こんにちは、貞本美希子さんいますかね。なんだお前ら。グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。半グレの類か。海藤さん、彼ら2年前に美希子さんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本美希子の行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。あの、以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょう。人殺しだ？あのイカレ女がよ、グレン会の先輩殺して回ってやがんだ。はあ？何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの実はグレン会立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな。それじゃあ美希子さんが言ってたやるべきことって、そのグレン会って連中への復讐だったってのかよ。ま、とにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。美希子ならいねえ。俺らも探しに来たんだが出てった後だったんだ。本当かな。お前ら美希子を見つけてどうするつもりだ。さあリーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない。仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし、まあ俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。かい！だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってぇなぁ。あー、くそ！顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。は、はい。くそ、なんなんだよお前、なんで邪魔すんだよ。あの女の古い用心棒だよ。さあまとめてかかってきやがれ。Yeah!
多少たしなんでおりまして。なんや、もう始まっとるんかいな。俺が行くまで待て言うとったやないか。しゅうちゃん、こいつマジ無理だって。
あとは任せとき。俺が来たからね。もう安心や。払いはあんたが怪盗さんやな。俺はグレン会の代表やっとる剣持ちいうもんや。俺はな、グレン会のやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。はあ、盛り上げなあかんな。おお、悪くねえな。
汚ねえ。シュウちゃん、酒が足りへんねん。もっと待ってこいや。シュウちゃん、もう休もうよ。これ以上飲んだらダメだって。今日はもうお開きにしようよ。酒みんな、宴も竹縄だけど今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。おい、なんだありゃ。また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ。送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。